出発進行。おはようございます、エレファントサイクルです。今回の動画では、まあ、最近僕がね言ってるね、まあ、車をドライブを楽しんで目的地に行ってサイクリングを楽しむと、でそのためには、まあ、これ持ってった方がもっと楽しいよっていうアイテムを紹介します。だからね、まあ、具体的に言うと車に積んでって持っていくもの、まあ、スタンドとか空気入れ、ペダルレンチ、携帯工具などありますんで、それを今回の動画では紹介します。やっぱドライブ楽しいね。もうクタクタに疲れるまで運転したいですね。最近の僕のちょっと、まあ、欲望が増えてきまして、もっとこのプロボックスサックシードをねパワーアップしたいわけですよ。でそのためにはどうしたらいいか、まあ別にね、別にこの車にじゃないのでいいじゃんって思うんですけどね、なんかこの車で限界まで行きたいと思ってます。まあ駅間に変えたりとか、まあ車重自体が 1トンちょっとなんでね、もうこれ以上軽くはできないんで、あとはターボ入れちゃうとか、でもなんか NA にこだわりたいから、まあひとまずじゃあ動画をご覧ください。はい、テク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 と木材が来てます。おはようございます、エレファントサイクルです。今日はね、僕がやっぱ推してるその自転車と車、ドライブを楽しんで自転車を楽しむ、そのために車に積んできた方がいいかなみたいな、そういうアイテムがいくつかあるんで、今回それを紹介しますと。はい、まあこれです。まず自転車の道具と、あとクーラーボックス、あと空気入れ、あとスタンド。でスタンドがね今回2種類あります。それを今から出して紹介しますと。はい、海はいいね。やっぱこう朝はね、朝違う、朝晩ね、涼しいところにねサクッと行ってね、サクッと帰るみたいなね。今日はあの自転車乗りませんので、まず空気入れね。空気入れ、ね、これがいい。 SKS ね、ドイツの SKS。 なんかね SKS ってもともと、だから合わせてねオレンジ着てきました。 SKS もともと空気入れのブランドみたいです。フェンダーかと思ってた。あとね、まあ、こういうスタンドね。でもう一個ね、今回お店にも仕入れたね、僕がいつもお店で使ってたりとかね、あとお客さんの出張配達とか行った時に使うスタンド、これね、畳めるやつ。で現地でね調整したり、こうやって実際どれで使うかっていうと、今自転車下ろしますね。いいね、広角で撮るといいね。小径車、折りたたみなのに畳んで車内積まないっていう、エレファントスタイルです。よいしょ、ね、でなぜスタンドがいるかっていうと、まあ、僕はね特に気にしないんですけど、このね自転車を立てかけるときに、まあ、車にこうやるときにね、たまに自転車がずれてってね、このハンドルがね、この車のボディを傷つける可能性があるんですよ。で僕はもう結構その、まあ、雑なんでもうこうポンって置いたりねするんですけど、ね、まあ、車を僕以上に大事に使ってる人はスタンドがあった方がいいですよと。でこのスタンドはどうやって使うかというと、まずこのこっちの手前のこれはね、こうやってもうこれで自立しますよと。でも例えば現地でなんか油さしたりとか、まあ別に家でさしてくればいいんですけど、油さしたりとか、ちょっと後輪を回転させるようなメンテナンス、まあ、ペダル外したりつけたりとか、そういう時はこれをね、これがねめちゃくちゃいいんですよ。これちゃんと映ってるかな。そしたらこうやって油もさせるし、なんならこうライドから終わって変速調整もできるし、こうやって。というスタンドが当店にありますので、あるし、
当店のオンラインショップで購入できます。ただね、ぶっちゃけね、このスタンド、Amazon で買った方が安い。けど、なぜ僕がわざわざ言ってるかというと、こういう風なことがね、楽しみますよっていう風に動画でわざわざ紹介してるんで、それでもわざわざ買ってくれる人は、ありがとうございます。はい、続きまして、次ね。次はね、最近仕入れたやつ。この前も、もう多分動画で公開になってると思いますけど、これね。危ねえ、つまずいて海に落ちそうになって。フェザーレンチね。これはもう入れとけばいいですよ。そしたらね、やば、ペダル忘れたって時に、僕は常に、まあ、ペダルを入れてるんですけど、やばい、ペダルがなかった。そうやってね、ペダル交換したりとかできるわけです、サーディン。あとこういう工具とかね、まあ、スルーアクセルとかね、やるときは使ったりとか。便利です。これ入れておきましょう、いつもね。あとはね、クーラーボックス、クーラーボックス、シマノのクーラーボックス、これ当店で扱ってますのでね。まあこっちからも開くと、あとこっちからも開くと、あと氷も入れて、でも水出すときめんどくさいなと思ったら、もうここにね、こうやって開ける部分があってね、シャーッと、しかもこれがこうなる、シャーッといけるんですよ、シャーッと、というクーラーボックスと。あとはね、あった方がいいのは、ちょっとこれはね、うちで売ってないんですけど、この買い物かご。このね、メーカーが分かんないけど、この形の方がね、一番使いやすかった。そう。あとは、これ。僕がいつも持ってってるサイクリンググッズを、まあ、ジャージとか入れてオルトリーブのこのダッフルバッグ。これのいいとこは、このカゴと違ってこうやってね、畳んで上にも乗せたりするから、これ何気に便利ですと。という感じでしょうか。こういう感じで僕いつもね、自転車と車、車と自転車を楽しんでますという感じです、はい、で他にはまあドライブ中あった方がいいなっていうのは、今紹介しようか。それはね、まあ、今この使ってるこのケース、スマホのこれクワッドロックというケースです。でこのクワッドロックっていうケースは、自転車のマウントとかこういう車のね、こういうのつけれるんですよ。ただこれで、まあ、YouTube をまあ聞きながら走ったりとかドライブしたりとか、まあ、現地目的地について YouTube これ見たりとかできるんですよ。でクワッドロックね、すごくいいです。ただ当店では取り扱いしてませんので、でもどうしても欲しい人はどうしても仕入れることできるんで、その辺言ってくださいという感じですかね。で今回はだから車プラス自転車を一緒に楽しみたい人は、今回のね、このスタンド、これ当店販売します。スタンドがね、でこれがね、ギザプロダクツっていうブランドのちょっと安いやつで、もう一個はね、ちゃんと本物のもありますんで、それがね、それ5000円ぐらいするかな。ちょ、今持ってきてない。あと空気でね、 S ケースの空気で、これね、今のところ1年、お店オープンして1年半、ほぼ毎日使って、まだ壊れてないです。一回ね、ポンプの不良、ホースの不良があったんですけど、PR インターナショナルのゆうずみさんに言ったら、山本さんもうすぐ送りますって言ってね、ポンプのホースの部品が新品になりましたんで、ということはもう実質ただですね、もう永久保証勝手に。でこれはいつも使ってる三脚、これはどこで、これビッグカメラで売ってました、これ。あとこれね、ミノウラのこのスタンドね。これのいいとこは、最近のロードバイクとかだとエアロシートポストになってるけど、ただね、もう乗せるだけなんで、これはすごくいいです。これ家にもあるし、
お店にも2個あるし、で車用に1個、全部4本持ってます。それぐらいね、すごくいいスタンドです。ドロッパーポスト付きのマウンテンとかもこれでもいけるし、やっぱね、こう自転車の場合は後輪が浮いてる方が何かとメンテナンスしやすいですね、あの一般家庭に置く場合という感じですかね。あのフローリングとかにねタイヤをつけると、フローリングにタイヤの跡がつくんですよ、ゴムの。それが嫌な人はこういう氷浮かせる方がいいのかなと思います。以前甲子っていうところにのアパートに住んでて、出るときにねフローリングのところにタイヤの跡があったから、結局内装を張り替えなんか8万円ぐらいかかりましたね。はい、という感じです。じゃあ今から収めてみますね。これもね、昨日入れてきましたんで、あのお店入ってきました、これスタンドね。そうそう、ペダルがね、あ、扇風機発見した。どうですかこれ、扇風機。車が広いといいね。この大きさを一人で一人占めしてるから。クーラーボックスがあればね、あの涼しい場所行くときって大体ね、スーパーとかコンビニがないから、もうあらかじめ事前に氷とか冷たい飲み物を入れとけば、自分のお気に入りの場所でお気に入りの冷たいものを楽しめるということで、やっぱね、クーラーボックスは僕は必要だと思います。よし、かっこいい。以上です。それでは良い自転車ライフを。今日ね、あの廿日市大橋のね、橋がねもう一個かかってる、そのなんか工事やってる。このあと西区の区役所に行って、あの印鑑証明取ってこなきゃいけないんで、でこっちの山がね、極楽寺山ね、でその麓にあのうちの実家があります。いいね、今何時、多分9時ぐらい、まあ、9時ぐらいまでかな。8月中のサイクリングは涼しい場所に行って、そこを楽しんで、もう車で帰って、で午後からもう家でまったりするとか、まあ、そういう自転車スタイルをぜひ皆さんも楽しんでみてください。必ずハッピーになります。はい、それでも引き続きですけど、15インチ PCD100、まあ 7J ぐらい、もしホイールボルグレーシングの D37V とか、CE28 とか、グラブライツ57とか、もしあの不要 の, あの、まあ、円形ホイールとかありましたら、ぜひご連絡くださいと。はい、もうちょっとね、やっぱパワーアップしたいんだけど、ちょっともう限界だな、このサックシードプロボックスの。あと2個つけたいね、この上ね、1個つけたいんだけど、じゃあつければいいじゃんってことですけど、なんか色がね変色してきた、ここ。これもねめちゃくちゃ便利ですね、タイヤ、イノータイヤホールド。これ1回つけたらもうこれ以外のできないな。タイヤでやるだけだからフレーム傷つけないし、今んとこバーディーも大丈夫だった、あのフェンダーなしは。でブロンプトンはダメ、まあ、ブロンプトンはちっちゃくなるから車内に詰めばいいか。よし、じゃあ行こっか。今から西区の区役所に行きます。なんかあれだな、みんなでサイクリング行きたいね。5月、8月の4日、日曜日、今のところで二ノ島サイクリングしようかなと思ってます。